皆さんこんにちは、しげちゃんの歌唱レッスン講座のお時間です。今日は新野美香さん1から2人、この曲をレッスンしてみたいと思います。まずはオリジナルキーをプラス6にしまして、私はワンコーラス歌わさせていただきます。ああ雨も降らない、昭和の明かり、灯すの店ならあるが、この街打って一つの傘で、おいらが生まれたふるさとで出直ししないか、一から二人。はい、実にこうしみじみとしたね、いい歌ですね。なかなか、じわっとくるものがありますよね。新野美香さんの歌唱ならではという感じもいたします。はい、まあこの実にしみじみとしたこの作品ね、味わい深くしっとりと歌っていただくといいと思いますね。昭和の良き時代を生き抜いてきた2人、世の中の酸いも甘いも噛みしめ、人生の苦難と挫折を味わい、そして耐え抜いてきた、そういった男女がふとしたことで知り合い、どうやらこの女性は最後の恋する人になりそうとの思いから、このしがらみある都会から抜け出して、いっそ俺の故郷で二人静かに暮らさないかという、まあ、男性の方からのね、愛情あふれる言葉に揺れ動く女心、そんな気持ちがね、表現できるといいですね。この手の歌はね、まあ、慌てず、どっしりと考えてね、じっくり歌っていただくといいですね。ですから、歌唱の方は決して張り上げるものではなく、まあ、フレーズフレーズ一フレーズずつを丁寧に、じっくりと言葉を大切にしながら、歌っていただくととってもいいですね。はい、それでは、この、1から2人というね、テーマを持った、これから行こうかというね、2人で一から出直そうと、そういう気持ちの中の歌ですね。はい、レッスンを行ってみます。レッスンは申し訳ないですけど、ちょっと低かったものですから、プラス2で、オリジナルキーをプラス2で、レッスンさせていただきます。雨の裏町、昭和の明かり。はい、ちょっと聞き苦しくて申し訳ございません。あっというのはちょっとやるせないような気持ちで、ぐーっと前を押し出してみるといいですね。ただ強さの加減が難しいですから、やはりあまり強すぎず、少しこうね、雰囲気を持ちながら持っていく。そしてあは2つ発音しながら、あーとこうやるといいですね。そしてあーと上からかぶせるような感じで、あーめのと持っていきます。裏まち、裏あまち、ね、こういう感じ。ちょっと音がぐーっと下がってきますから気をつけましょうね。まち、しょう
昭和の明かりか、ここからグググッとね、音がグッと激しく動きますね。かりと16分音符で節を素早く持ってきましょう。ともすとおもす、そして休まずにそのまま、すのれんの、のれんの、のれんの、店なら、あ、あ、あ、店なら、あ、あ、あ、るが、と持ってきます。はい。それでは最初からやってみましょう。はい、落ち着いていきますよ。はい。ああ、雨の裏町、昭和の明かり、灯すのれんの店なら、うまくいきましたでしょうか。非常にね、しっとりとした部分があってね、丁寧に歌っていくという歌ですよね。音もちょっと低めですから落ち着いてこなしましょう。この街、この街の心持ち長く、この街うってって書いてね、一つの、ここはちょっと思い切っていきますね。一つの傘で膨らんで、さあああとね、一つの傘、二つ母音を下げます。傘、それからグッと持ってきますよ。さあでと、しっかりいきましょうね。おいらが、次いっちゃいます。おいらが、お尻上げましょう。おいらが生まれた、区切ってからふるさとで、ふるっとしゃくり上げましょう。ふるさとで、じゃあこの辺りまでね、行ってみましょう。もう一度最初から行きましょうね。はい、それではもう一度ふるさとまたまで行きます。はい。ああ、雨の裏町、昭和の明かり、灯すのれんの。その傘でおいらが生まれたふるさとで、出直し、しない、いか、ね、こういう感じですよ。一から、一番言いたいところですね。二人、り、最後上げましょう。り、はい、こういう感じですね。じゃあ、この町のあたりからもう一回行きましょうね。この町のあたりから、もう一度いきます。はい。この町って一つの傘で
おいらが生まれたふるさとで直ししないか一から二人。はい、こんな感じですね。まあとってもじっくりと歌っていただくと味わい深く歌える歌ですからね、ぜひしっかり皆さん覚えてみてください。はい、1から2人です。終わります。